なんとか持ちこたえて、なんとか味方が点を取ってくれるまで、我慢しましたね。そうですね。サポーターの皆様お待たせいたしました。それではヒーローインタビューを聞きましょう。本日のヒーローはプロ初勝利です。松永投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。しっかりとウィニングボールを手にされてますが、プロ初勝利、その気持ちいかがですか？そうですね、非常に嬉しいんですけど、8回でああいう場面で使ってくださってるスタッフに、非常に感謝しています。今日のゲーム8回は右バッターが3人並ぶところで見事三者凡退に抑えました。どんなことを考えてマウンドに上がったんでしょうか？そうですね、流れ的にはこっちにあったんで、とりあえずストライク先行で投げていこうと思ってました。そして見事に3人で打ち取って9回ホワイトセル選手の一発が出ました。あの時はどんな気持ちでした？あの時ちょっと着替えてて見てなくてで、画面見たら1点入ってたんでラッキーと思いました。はい、まあ、ただこれで今日がプロ初勝利ということになりました。この勝利、誰に思いを届けたいですか？そうです、まずは親に感謝したいのと、今まで携わってくださった方々に感謝したいと思います。まだまだゲームありますけれども、どうでしょう、今後はどんな活躍をしていきたいですか？そうですね、これまで通りしっかり与えられた仕事をこなしていきたいと思います。最後に大勢残っていますマリンズサポーターに一言お願いします。昨日一昨日と、ちょっと不甲斐ない試合をしてしまったんですけど、最後まで応援してくださってありがとうございました。これからは、もっと勝っていくように努力しますので、これからも応援よろしくお願いします。おめでとうございました。本日のヒーロープロ初勝利の松永投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。プロ初勝利を挙げました松永隆弘のヒーローインタビューをお聞きいただきました。まあ、得てしてね、その勝ち越しの時には着替えていたりとかするもんですけども、ね、そうですね、はい、期待して見すぎてもっていうところですよね、うん、同点だからやはりナチュラルの気持ちで入れたのがまたこういう結果になったんですかね。そうですね。